こんにちは、砂かまでたっぷりちはやです。チャンネル登録者15万人記念質問返答動画作っていきたいと思います。よろしくお願いします。結構サクサク答えていくつもりです。 YTS2、YT YouTube ですね。 S がまあスクール、2がグレード2ってことで YouTube 実況2年目っていうことですね。そんな感じです。名前の由来、ちはやふるから来ています。荒々しい様、勢いのある様って意味なんですけど、ちはやふる、そのうちのちはやをですね、自分のチャンネルも勢いがあるように、勢いがつくようにってことでちはやを取らせていただきました。神にかかる枕言葉だそうですね。誰からちはやに名前を変えた理由ですね。きっかけ、これはチャンネル登録者がおそらくですけど、まあ60から70万くらいになった時にお答えできるのかなっていう感じがしてます。だいぶ先ですね。と、YouTuber になろうとしたきっかけ、もう俺が動画投稿、俺のが早かったよ俺が先に動画投稿してた。 YouTuber っていう言葉は後からできますので、実況者になろうと思ったのはやっぱり他の方の実況を見たからですね。楽しそうと思って、尊敬する実況者は高速マリオの P さんから幕末志士さんたちですね。大好きです。本名じゃねえよ、ノー顔出しない理由、顔出しをしてメリットがあるかどうかですね。自分はそういう考え方なんですよ。顔出しして登録者がもっともっと伸びれたりするんだったら出すけどね、まあそうならないと思うんで出してないです。年はね言わないですね。個人的なプロフィールって言えば言うほどその人の価値がなくなってきちゃうかなって自分は考えてて、タイプっていうか人で言っちゃってもいいですかね。声優の久保ゆりかさんですね。かよちんの声やってる人ですね。めっちゃ可愛いっす。YouTube での収入、これはねバシッと言っちゃいけないんですよね。まあ、みんな聞きたいんだろうけど、まあ、こういう言い方で逃げさせてください。サラリーマンの平均月収は超えてます。好きな映画ザ・グリード、あとはね、リヴァイアさんっていう映画かな。あ、どっちもパニック系ですね。モンスターパニック系です。好きです。ゾンビ系とかも好きかな。チアが好きなキャラクター、これはですね、戦国無双4のいいなおとら、ゴチウサのリゼ、 FF10 のリュックですね。嫁ですね。お気に入りです。大手の実況、いやそういうわけじゃないかな。10万、昔で言うとこの10万が、まあ、今のだいたい15万人くらいで、まあ一区切りだからって感じですかね。自分は東京出身です。結構ねなまったりとかするんで使っちゃったりすることあるんですけどね。東京です。食べ物はアイス、バスケ部でした。好きな飲み物はお茶かな。まあお菓子はアイスですかね。好きなスポーツ、体育でやるサッカーとかめっちゃ好きですね。ポジションはシューティングガードでしたね。前からの動画ちょっと、でもまあため撮りはもうできてるんで、パート18くらいまではできてるんで、あとはいつ出すかってところですかね。お目ありです。頑張ります。成績オール4、偏差値でいうと60くらいですね。でもオール4ってわけじゃなくて、体育が5とか社会が5とかがあって、まあ、理数がまあ3だったりとか、そういう感じでしたね。学生時代の思い出、やっぱり体育祭とか文化祭とか音楽祭になるかな。中でもやっぱりね、よく覚えてるのはやっぱ音楽祭かな。一回も勝てなかったんですよね、音楽祭。一回も賞取れなかったんですよ。だからすんげえよく覚えてる。逆に体育祭はほとんど優勝したんだけど面白いでしょ。すんごいこの下がったんだよね、体育祭と文化祭で。音楽祭負けたのは悔しかったな。特に最後の年はね、声変わりしたと思いますよ。でもよく通る声だっていうのは昔から言われてましたね。でもね、俺テノールバスで、俺バスでしたよ。低い方だったよ、あの音楽祭の時はね。低いのも出るってことですね。DT かなこれ証明のしようがないけど、ノーですね。千葉さんは変態ですか。あ、変態ですね。おいおなんて答えばいいのかな。女の子ですか。女の子ですよね。女の子でしたか。女の子です、確定男子嫌いなのかなちょチョコは最大何個、そのトータルってことじゃないよね。その日限りだよね。まあ大体3つ4つくらいですかね。配られるのとか回せば20、30くらいですか。好きなアニメは白箱ですね。
知ったきっかけはツイッターかな、おすすめされた感じ、おすすめされたっていうかこれいいよみたいな感じで紹介してる人がいて、それを見て、お、見てみようと思ったって感じですかね。欲しいもの、地位、名誉欲しいな、そういうことじゃないですよね。やっぱあれかな、バーチャル空間で遊ぶ、なんて言えばいいんだろう、その世界そのものっすかね。あのアインクラッドみたいな SAO のああいう世界が欲しい。絶対楽しいよね。視聴者参加型の企画、そう、この動画のまあ答える質問をさ募集したわけなんだけど、そこで要望も聞いてみたんだけど、やっぱりなかったですね。こういうのやってくださいって具体的な企画がやっぱなかったんで、自分も全然思いつかなくて、だから聞いたんですけど、ね、やっぱ出てこないですよね。視聴者参加型の企画ってすげえ難しいと思うんですよ。なかなかきついもんがありますよね。マリカエタのフレセン主催、これもね難しいですよね。フレセンやるんだったらやっぱり実力はそこそこ一緒じゃないといけないんで、それで12人合わせるっていうと、見つけるっていうと結構難しいもんがありますよね。これ面白いですね。どうするかね。でも俺その動画を投稿、動画を作るっていうこと自体が結構好きなんで、てか好きじゃないとやってらんないよね。だからなんだかんだゼロになってもしれっとやってると思いますけどね。最初落ち込みそうだけど、なんだかんだあまた作るかってなってそう。うん、そんな気はします。長えなおい1はちょっと飛ばそうか。うん、ちょっと今サイトとかでできないもんね。アクション RPG もやってほしい。まあ一応アニメ今やってるんでちょっときつそうですよね。チロルチョコプレゼント企画、どれだけのチョコが送られてくるか。ぜそんな送られてこないだろうだって大変だもんね。 1,2 個を買って送るなんて送料バカにならないしね。豆腐でもいいんだ豆腐チャレンジ、豆腐プレゼント企画。豆腐ってどういうこっちゃ動画編集の機材や光景を見てみたい。その映す機材がないんだよね。そこがないからそもそも実写もできないんですよね。ゲームセンターのゲーム、いやーこれ面白そうだね。じゃあ今日は、コインゲームで遊んでいきたいと思います。さあコインを投入。1打目、おいいね、いいっすね。2打目、いいっすねみたいな感じになるんでしょマンネリになりそうだな。いいっすねしか言わなさそうでちょっと怖いですね。コラボ系が面白いのでどんどん挑戦してほしいです。なかなかねコラボ系は難しいですよ。時間合わせたりするのがね大変ですね。夏のいい実況者さん、小田さん、フェイトさん、アブさん、水間さん、レドットさん、ポッキーさんなどで居酒屋で飲み会トークショーをやってほしい。あ、これめっちゃ楽しそうじゃん。でももしこのメンツが本当に集まったとしたら多分トークショーにならないから、普通に撮影とかしないでいろいろ喋ってそう。それはありますよね。生放送とかしなさそうですね。うん、なんとなくそんな感じはします。でもいいっすね、楽しそう。どうっすか皆さんぜひやりましょう。ちはやがこれからやってみたいゲームリスト、直近で言うとポケモンかな、あとは FF15 ですかね。この2つあたりはちょっとやっておきたいかなって感じがしますね。みんなと共有したいっていうのがあります。好きな女性男性のタイプ、アニメとリアルそれぞれで、うわこれ結構難しそうだな。じゃあアニメ編だと好きっていうのは、そうだな、アニメだとやっぱごちゅうさリーゼになっちゃいますね。男子アニメだとそうだな、パッと出てこないな、パッと出てこないや結構多い、結構多い。名前が出てこないだけで、パッと名前が出てこないだけで結構多いですね。リアルの女性はさっき出た久保さんかな。久保さん以外だったら誰になるかな。ちょっとパッと出てこないですね。男性もあんま出てこないですね、パッとね。リアルだと難しいですね。じゃあ質問、逆にリスナーに求めること。あ、俺コメントに対してコメントしてくれる人めっちゃ好きですよコメントにコメントしてくれるとコメント数が増えるんで嬉しいから、盛り上がるよねコメント欄が。嬉しいですそれは。 JK のリスナー嬉しい、いやそういうことはないかな。やっぱり男女関係ないっすよね、そこは。本当に見てくれるのは本当に嬉しいことだなって思うよ。
で自分も一般人なのにさ動画作ってさコメントとかもらえるって本当にありがたいことだなって思うんで、なんかすげえ真面目な回答しちゃったけど男女関係ないですね全然ね。作ってくれる？お願いします。バカゲーやってほしいです。バカゲー俺実はね結構調べたんすよ。でもねなんかサイトみたいなやつが見つからなくて、どこでダウンロードすればいいのか分かんなかったんですよね。それがちょっと問題かな。ぜひあのまとめサイトみたいなやつあったら教えてほしいです。お待ちしてます。受験終わったリアルな実況者、リアルに実況者になりたいと思ってる子さん、いいですね。俺思うんですけど、あの挑戦していくことって大事だと思うんですよ。で挑戦して失敗してもさ害がないじゃないですか。俺やっぱ挑戦していくことは大事だと思いますよ。結構ネットとか見ててさ、あのやりたそうにしてんのにやらない人とかもったいないなって思ってます。受験生に一言、希望志望の大学とか高校とかに中学校とかに入るだけが全てじゃないですよね。俺はやっぱ行った先で何をするか、行った先で出会った人と何をするかが大事だと思うんで、あんまりこう合否にねこだわらないでいただきたいかなと思いますけどね。はい、そうっすね。イエスかな、イエスノーで言ったらイエスですね。女性のタイプを教えてください。頻尿ありですよね。威圧されてるけど。大中小で言うと、大中小で言うと、俺は中を選びたいですね。大きいのも、大きすぎるのも小さすぎるのも嫌ですね。普通でいいです。普通でいい。普通って求めすぎなのかもしれないけど、普通がいいです。足かなー。あの、除毛剤とかのさ、CM あるじゃないですか。ビートとかかな、あれは除毛剤じゃないのかな。ああいう CM めっちゃ見ちゃいますよね。あの買えないです CM。 見ます、最後まで。見ますね。彼女いないんですよね。ということでね、募集させていただきます。プロフィールをぜひ LINE にでも送っていただいて。ケアレスミスが多い。わかるわ。自分もあのかなり多いですよ。マリオメーカーとかでも同じとこで結構死ぬんでね、何回も。やっぱりそんな俺が言ってもあんまりアドバイスにならないと思うんですけど、ミスったことを覚えておくってことが大事なんでしょうね。自分は結構意識しますよ。だからあのドア入った後とかにクリボークリボークリボーとか言って、あのこうなんで死んだかを想起させるようなことを自分で言いながらやったりはしますけど、このやり方が果たして正解なのかわからないですかね。忘れた、ミスったことを覚えておくっていうのは結構大事なことなんじゃないかなと思います。頻繁にリプライ LINE くれです。覚えてますね。わかる、わかります。多分トイザラスの若菜さんですよね。多分そうだと思うんですけど、違ったらすいません。ただ結構自分の中であるあるなんですけど、アイコンとあと名前が俺セットで覚えてるんで、アイコンとか名前がそれぞれ違ったりするじゃないですか。そういうのは結構ね覚えづらいっすね。統一してくれた方が俺は嬉しいんですけどね。でも俺のために統一するのも変な話なんで、いつも夜の放送暇なんですか。これはちょっと違うんじゃないかな。俺時間っていうのは作るもんだと思うんですよね。生放送やってるのもやっぱりこの動画の活動の一環っていうか、そのうちの中の一つなんでね、暇だから生放送してるわけじゃないですかね。それはちょっと違うかな、自分の中では。ありがとうございます。あやらねえとな。なかなかね、せっかく機材持ってきたんでね、やりたいですね。そうそう、復活させないとは。フィッシャーズの皆さんとエンド作りたいですね。一緒にアデューって言いたいです。あの中に、あのこっそり画面の端っこに自分入れてもらいたいですね。一緒にやりたいです、アデュー。ということで、フィッシャーズさんかな。ダホさんの笑顔を守りたいっすよね。この気持ちわかる人多いと思うんだけど、あの笑顔守りたいよね。なんかで、ね、一緒にキャッチボールやりたいっすね。ありがとうございます、頑張ります。オフ会か、自分が企画するってことはないかなって気がしますね。企画してもらったりとかイベントとかでっていう感じならあると思うんですけど、自分から企画はあんまなさそうですね。目標か、
直近の目標で言うと1時間あたりの再生回数でまあ5万再生を安定させたいっていう目標はありますね。これは結構難しいです。今だいたいあ、安定させたいじゃないね、マックス毎日1時間の再生が5万を毎日キープさせたいです。まあだいたい平均すると3万オーバーくらいなんですよね。だからあと2万くらい増やしたいってことですね。そういう時間帯をもっと増やしたいです。中長期的な目標ってなると結構壮大な話になってくるんですけど、まあ、10年後とかで必ず来るであろう、そのなんていうのかな、世代交代みたいなやつがあると思うんですよね。10年後あたりに今トップ走ってるヒカキンさんたちがアラフォーになってるわけじゃないですか。絶対そしたら世代交代ありますよね。精神的にも肉体的にもハードじゃないですか。そうなった時に自分もポジションをしっかり確立しておきたいなっていうのと、動画を制作するにあたっての知識をちゃんと溜め込んでおいて、まあ、例えばこういうサムネをするといいとか、こういうゲームがウケるんだとか、そういうなんていうのかな、自分の考えみたいなやつをしっかり持っておいて、まあ後々アドバイザー的なポジションいいかなみたいなのはめっちゃ思うんですけどね。 YouTuber っていうそのものをちゃんとこの世間に認められた職業にしたいなっていうのはありますよね。 YouTube 実況とは、これは楽しさそのものですからね。再生ボタン立て、あ、じゃあ編集でポンと出しておきますね。ポンと、はい、お疲れ様でした。だいたい50問くらいの質問に答えられたかなとは思います。多分49とか50とかですね。15万人記念動画はこれで終わったのかな。15万人記念が過ぎて次は何万人記念なんでしょうね。30万、50万かな、50万くらいまで飛ぶのかな。次はどうなんでしょうね、わかんないですけど、次何すりゃいいんだろうな。ちょっと本当何すればいいかわかんないですけど、記念動画、とにかくあれか、伝えなきゃいけないのは感謝だよね、まずはね。ただ俺ここで満足してないんで、もっと上に行きたいっていうのがあるんで、てか上に行かなきゃいけないですね。さっき目標で話したさ、ことがらって、あれって今の俺が言ってても全然何の効力もないんですよね。本当に数字は求めていかなきゃいけないのかなって思ってます。で、その上で、見てる人たちに嫌な思いをさせることもきっとあると思うんですけどね。そこで、っていうことは先に伝えておくべきなんでしょうね。急に実況スタイルとか変わることあるじゃないですか、俺。ああいうのたまにやるんで、試しにやってみようってやつがあるんで、嫌な思いさせることはあると思います。先に、ここで、感謝とね、謝罪をね、しておきます。きっとあると思うんだけど。それでも、応援してくれてる方々がね、いっぱいいるんだっていうのを、理解してます。本当にありがとうございます。もっと頑張るからね。応援していただけたらなと思います。はい。じゃあ、15万人記念、これで終了させていただきます。それでは、また別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。